治安がどんどん悪くなってるというのは今の中国だな。一説によっては年内中に崩壊するなんていう学者さんもいるんだよ、はい、経済成長を経た結果いろんな社会問題を露呈したりとか、政策の失敗だったってことは露呈してる。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。小林さん、はいよ。中国、うん、やばいことになってるっぽいんですけどやばいことなってるっぽいんですけど、なんかニュースとかでいろいろ今不動産がどうのこうのとか取り上げられてるじゃないですか、うんうん、なんか今現状ってどうなってたりとか今後どうなっていくって小林さん分かりますか、中国、まあ、これ俺は別に経済学者でも何でもないからね、はい、あれだけど俺がまあ見てる中国経済っていうのは今とんでもないことになってるのは間違いないし、はい、あ、そうなんですね、うん、この今の習近平政権を維持するっていう言葉も大前提になってるんだけどさ、はい、だけどそこについてもいろんな無理がたたっててたな、はい、そもそも SNS が規制されてるからいろんな情報がなかなか取りにくいのが中国なわけよ、はい、なんだけどやっぱりいろんな指標とか中国がさ発表してる指標もそうだし、いろんな専門家がやってる話聞いてても明らかおかしいで、実際に俺の友人も中国住んでんだよ。ああ、そうなんだ。だからやっぱりそういったところも含めたら割と俺は景気がいい時代からずっと中国ってちょいちょい遊びに行ってたからさ、だからそういったような意味では昔と今比較しても明らかにあれだけ景気が良かった中国が今こんななっちゃってんだっていうのはあるな。中国の若者の給料が低すぎて、うん、なんか路頭に迷ってるみたいなニュースとかもあって、まあ、仕事がないってやつね。そうですね。これワンチャン崩壊するんじゃないかみたいな噂もあったりするんですけど、まあ、可能性としてはゼロではないよね。そうなんですね。そう、だから崩壊するっていうのはさ、この一党独裁を崩壊するこれ実はいろんな話があって、はい、クーデターなんか何回もあったらしいんだけど、あ、そうなんですね、うん、だからそんなもんなんだよ。だからやっぱさ、一党独裁なんていうのはいつでも政敵って言って今までも散々粛清はしてたけど、タイなんか見てもさ、タイの軍部がクーデターで政権掌握したりとか、はい、それこそミャンマーなんかでもさ一回民主化になったけどまた軍部がクーデターで掌握したみたいなことあるから、はい、情勢不安っていう表現をするんだけどさ、中国もこれはゼロではないよな、可能性は。そうですよね、うん、分かりました。ちょっとその日本での中国がどうなっていくのかだったりとか、うん、日本にどういう影響があるのかみたいなことについてちょっと教えていただきたいです、うん、了解。本日はね、中国経済の今後の動向と中国国民の実態、日本への影響について徹底解説していきたいと思います。お願いします。はいよ。じゃあまずはじめに、うん、中国経済の現状についてちょっと教えていただきたいです。うん、うん、OK。 じゃあちょっと見ながら説明するね。お願いします。中国経済の現状を語るにあたりだな、切っても切れないというか、むしろこれが全てっていうのが現政権である習近平政権の話なんだ、はい、この習近平国家主席って人はだな、2013年の3月に習近平政権が発足したんで、その頃の経済はね、一言で言うと過剰供給という表現がふさわしい。これなんでかっていうとさ、2008年にリーマンショックっていうのがあってね、当然世界各国にさ、まあ、の波及して、まあ、簡単に言うとだな、毒まんじゅうなアメリカのな金融機関が作ってみんなに売って美味しいですよ美味しいですねでパッて食べたら毒まんじゅうみたいになってさ、それがリーマンショックなんだけど、中国もさ当然その毒まんじゅうを食って金融機関がみんな腹壊してるので影響を受けてるな、はい、中国はやっぱり何がすごかったかっていうと人口がまあ多いじゃん、うん、だからインフラ投資とか公共工事に財政支出を圧倒的にしてたから、リーマンショック、いわゆる世界恐慌レベルのね、はい、あの不況を乗り越えたっていうのが、でその後だ、2008年がリーマンショックで、その5年後でしょ、習近平さんが政権を握るっていうのがさ、この5年間で要は中国時代は政策的に国家戦略としてインフラ投資を爆発的にした。その時に鉄鋼とかさ、石炭とかセメントっていうものを大増産して新幹線引いたりとかさ、はい、道路工事したりっていうのやったんだけど、まあ、これがある程度5年もやれば一巡するわけよ、はい、で一旦一巡したらガンガン生産して作れ作れってやってたものがもう作り終わりましたけどってなったらさ、上がるわけよ。なるほど、うん、あれとあらゆるものが余ったっていうのが実はこの習近平さんが政権を握ったタイミングっていうところで、まあ、世の中のいろんな工業製品の基盤となるところがさ、過剰供給っていうところなんだよな。なるほど、うん、じゃあ勢い良かったけどめっちゃ余っちゃったっていうところ、ね、そうそう、例えばさっきの鉄鋼とか石炭セメントって装置産業って言われてさ、作れば作るほどこう相場があって下がっちゃうんだよ。うん、だから定期的には上がったり下がったり上がったり下がったりするものなんだけど、大量動産しちゃう
らうとさ、うん、下がっちゃうから、習近平さん何を考えたかっていうと、一帯一路って言ってさ、シルクロードってあるじゃん、昔からあるね、はい、あの最有機に出てきたシルクロードだ、はい、このシーアンっていうところをスタートとしてさ、シルクロードがさ、繋がってって、まあ、昔はあのシルクってな、金をさ、交易したルートだからシルクロードって呼ばれるんだけど、はい、まあ、現代版シルクロードみたいなものね、海路と陸路をつないで、ヨーロッパと物流網をきっちり整備してさ、貿易を活性化して、経済を上向いていきましょうっていうような施策をした。アジアと欧州をね、繋ぐって話なんだけど、実は革命も高くてさ、はい、途上国を罠にはめる構想って呼ばれてるぐらいで、はい、一帯一路やりましょうよ、みんなやりましょうよって言うんだけど、赤いセーター着たジャイアンはさ、はい、いろんなところ金貸しちゃうからさ、ちょっと港湾整備しようぜと、金貸しちゃうからちょっと橋作ろうぜって言うんだけど、金返せないわけ、途上国。なるほど。で、全部、あ、じゃあ俺のもんな、じゃあ俺のもんなって召し上げちゃうっていうのでやべえんだ。だからこの一帯一路自体は途上国からさ、債務にはめて、いろんな利権をね、港湾利権とかさ、全部召し上げちゃうっていうような、あの悪名も高いのがこの一帯一路っていうのをまあやった。どういうことかっていうと、国内で余ってた鉄鋼とかさ、セメントとかさ、石炭っていうものを使ってインフラ開発を国外にも広げていったっていうのがこの一帯一路、これをまあやったっていうのがまあ分かりやすい政策の一つ。これがまあ今までさ、過剰供給、いろんなものが過剰供給の中から一帯一路あって、今はどうなってるかっていうと、そもそも需要が不足してんだよ。なんで需要が不足してるかっていうと、これまたさ、2008年リーマンショック、2013年に習近平さんが政権発足で、そこから一帯一路でガンガン周りのさ、途上国を罠にはめてったっていうのがあるんだけど、はいはい、で、まあ、何が来たかっていうと、コロナが来たわけよ。でコロナが来て何があったかっていうと、中国が一党独裁だからさ、厳密な隔離政策、ロックダウンをきっちりやったんだよね。で2ヶ月丸っとロックダウンしたら何があったかっていうと、これすげえのがさ、中国さすがやべえなっていうのが、スーパーから何からどこもかも要はロックダウンするからさ、みんなさ何も買えないじゃん、確かに。で完全に経済はストップするわけだよ、はい、選んだ、まあ、地域地域を全部ロックダウンしてたんだけど、はい、そうなるといわゆる小売店が全部倒産するわけ、飲食店から何からさ。日本とかアメリカって給付金とかあったでしょ、はいはい、で中国ね1円も給付金とかないから、え完全に要は政府が何もやんなって言って経済活動できないじゃん、元に前いや、そういうことなんですよ。そんなことを余裕でやっちゃうのが中国なんだよね、でっていうことがあって経済が壊滅したんだな、なんだけどこの経済壊滅して何がなるかっていうと、店がやってない、やっちゃいけない、はい、店やっちゃいけないだから、はい、でしょ、はい、ってことはみんなお金も稼げない、はい、買い物以外のたれ死んじゃうじゃんね、みたいなことがあっていろんな会社が倒産したんだけど、実はこの共産党の執行部ってさ、そもそもこれ一党独裁の弊害なんだけど、あと国民性の弊害もあるんだけど、はい、中央政府にいい顔したいから正しい数字報告したらお前何やってんの、お前全然ダメじゃねえかって怒られちゃうから、はい、基本的には嘘んこの数字を報告しちゃうんだよ、だから適切に数字を習近平さん把握してないからさ、なるほど、もうほとんど壊滅して経済復活しない、殴られちゃったよ、復活しようがないじゃん、はい、なんだけどコロナロックダウン終わって、じゃあ日本なんかはさまた V 字回復するでしょ、旅行業とかさ飲食業とかさ観光業ホテル業とかまた復活してすごいじゃん、もう今マリオットとかもいっぱいなわけよ、はい、になると思ってロックダウン解除してあれ回復するかなと思ったら全然回復しません。なんでって言ったら、あらゆる産業が崩壊していて、なるほど働くところがなくて、はい、若い人たちの要は就職先がないっていうのが今の、まあ、中国の状況って話だよな。じゃあそれ完全に止めるの良くなかったってことか、ちょっとやり方が良くなかったもんね。だからそこもやっぱりさっきも言ったよ、お国柄っていうかさ、一党独裁だから余計につけ悪気につけやべえっつったら秒でやるわけ、だからこれはどういう時にいいかっていうと、例えばここ開発するぞって言ったら立ち退きもクソもねえからさ、はい、秒なわけですよ。そうですね、でね、日本ならそうはいかないじゃん、はい、地権者がいやーだこうだって言って進まないわけよ。でもやるっつったらやるからね、すごいっすね、逆にそうめちゃくちゃなんだよ、なんだけどじゃあ実際それも弊害で、それだけ圧倒的な権力を中央執行部が持ってるからさ、はい、ってことは逆らえないじゃん。言われたようにやるけど保身ってあるわけよ、みんな逆らえちゃったら俺殺されるみたいなさ、そうですね、実際に殺されてる人いっぱいいるからね、そうそう、だから政敵をたくさん粛清したんだ、なるほど、そうそう、死刑とかしちゃった、そういうのもあるから、もう決してリスクも取らないし、イノベーションなんか生まれないし、よくしてこうなんて発想ない、言われたことだってやるよ、刺されないようにしようよってなるから、これが悪い方だよね。
ていうのがこの分かりやすくこの中国のお国柄だったりするよね。なるほど、うん、共産党執行部がさ、会社がどのぐらい倒産したかとかね、法人がどのぐらい倒産したか分からないから、そもそもその若者の失業率が高くなったんだけど、はい、結局若者が働きに出ないってことはどこでもそうなんだけど、若者がお金使うんだよね、これ世界各国さ、はい、おじいちゃんおばあちゃんより若者のお金使うわけだ。でそうなると消費成功っていうやつが下がるわけ。消費成功、うん、消費成功っていうのは、まあ、どのぐらい金使うかっていうのが消費成功なんだよな、はい、ってことは消費成功が下がると今度貯蓄成功っていうのがあって、いや明日どうなるか分かんないし仕事もないからお金貯めようってみんな思うじゃん、はい、これ普通でしょ、はい、ってなるとどん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 経済が冷え込んでいって、それこそ日本なんかもさ、バブル経済から崩壊して失われた30年って言われたのって、これずっとデフレ脱却デフレ脱却デフレ脱却って言ってたじゃん、はい、このデフレって何かっていうと、みんなお金使わずにお金貯めとこっていうから物の値段がどんどん下がってくる。で同じように今、ね、コロナのロックダウンで産業とかさ商業とかってものが崩壊してるから、それを中央執行部が適切に把握をしなかった結果、ロックダウン開けても経済が回復しないと、はい、この状態で若者の就職口がなくて、実体経済としては若年層の半分が就職がないって言われてるから、ってなるともうみんなお金使わなくなっちゃって、デフレ経済に今入り口にいて、これからどん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 みんなお金使わなくなってさ、お金貯めてって経済が回らなくなるっていうような、まあ今入り口いるっていうふうに言われてるな。日本は逆に人手不足ってなってますけど、中国は逆に職不足みたいな、うん、ああいい質問、本当その通りで、中国はもうそもそも人口があるんだけどさ、就職ができない人たちがいっぱいいるわけでしょ、うん、逆に日本なんかはさ、就職してほしいけど働く人がいないっていう、はい、状態だからね、はい、全くもってちょっとね飛行機ですぐなんだけど、はい、もう海当たったらすぐじゃん、うん、なんだけどもう全くもって状況が違うのがこの中国っていう状況だな。いやかなり中国も中国で深刻な問題があるんです、うんうん、ただし気をつけなきゃいけないのが、はい、中国のさ共産党が出してるデータっていうのは基本的にはね、うん、全て信用しちゃいけないし、世界の専門家一切信用してないってことはちゃんと注意しておくことが必要があって、なるほど、ね、そうそうそう、でね、都合が悪いとね定期的に改ざんしちゃうから、もう設定変えるの、はい、定期変えちゃうから、はい、だからこれも潜在的な経済成長 5% 程度だけど、実際にはもっと低くて 4.7% 程度だったりとかさ、はい、何が大事かっていうと、共産党が発表する数字はごまかしなんだけど、ただトレンドってごまかせないから、トレンドは見るけど数字自体は信用しちゃいけない。これが例えばさっきの若者の就職率な、めちゃくちゃなんだよ、とにかく就職率が悪くなった、うわどんどん上がっちゃったって言ったら、ちょっと待って手変えますって、はい、実家帰ったやつはそこから弾きますとかさ、もっと言うと都市戸籍と農村戸籍があって、都市戸籍だけ入れて農村戸籍入れませんとかさ、なるほど、だけど実際に割合って半々ぐらいあるから、実際にはやっぱり半分ぐらいの若者は就職ができてないっていうような状況だから、はい、これは非常に有識事態にあるというのがこの今の中国経済の実態だな。わかりました。小屋さん、うん、経済ってやっぱり回ってないんですよ、うん、分かりやすくて、さっきはどっちかっていうと、はい、リーマンショックから習近平政権発足で一帯一路でいろんなものをさ、ジャイアンをさ手締めていったっていうだけど国内でロックダウンを失敗しちゃってさ、うん、経済崩壊しちゃってって話したじゃん。で若者の就職先がないよって話で、消費成功が下がってさ、デフレに、まあ、入り口に立ってますって話したんだけど、はい、もう一個すごい大事な話があって、恒大集団の話なんだよ。恒大集団、そう、中国で不動産セクターって大体 GDP の3割ぐらいを占めるって言われてる大きな産業なの、まあ、これは世界各国どこでもなんだけどな、はい、この恒大集団って日本でいうと三菱地所とかさ、三井不動産とか、まあ、住友不動産レベルの会社なわけ。大手です。スーパー大手なんだよ。スーパー大手なんだよ。まさかのそのスーパー大手が、まあ、破綻するっていうのがちょっと前にあったわけ。マジっすか。そうで、これやべえのが、そもそも中国っていうのはさ、実は住宅振興って言ってすごい住宅好きなの、はい、だから文化として例えばお嫁さんに入れるにあたっては旦那さんが家を持ってないと結婚させないぐらい、家がないと愛人娘やれみたいなさ、住宅振興強いですよ、はい、でその中で習近平政権になってからなんだけど、地方政府に対して規制を緩和した、まあ、これ実は規制緩和と規制ってずっと繰り返しやったりしてるんだよ、はい、だからこれがねちょっとねアクセルベタ踏みか急ブレーキかみたいになるんだけど、だからそこが、できないですね、そこがね一党独裁って感じなんだけどさ、はい、だから緩和したのは何
かっていうと、そもそも中国って土地はさ国のもんだよ、うん、で借りるんだよお金払ってさ、はい、であのリースホールドっていうのは、ね、100年間とかの借地権だ。でこれを要は地方政府に土地売っていいよっていう風にしたんだよ、緩和したんだよ、うん、で地方政府は当然経済成長を全員で豊かになっていきましょう、ね、共同富裕っていうお題目を掲げてたな、はい、習近平がね、でじゃあ地方政府も当然それに習ってやるんだけど、習近平が土地売っていいぜってなったらデベロッパーに土地売るわけよ、バコーンって金が入るんだよ、はい、だからデベロッパーはさそのバコーンって金払って土地に建物バンバン建ててさ、中国人みんな家好きだからいっぱいみんな買うんだけど、うん、ちょっと文化の差があってさ、日本って基本的に完成品買うじゃん、はい、中国はプレビルドって言って予約してその金集めてデベロッパーは何もない計画段階、曲のパワーポイントの状態で戻るんだよ、何にもない状態 で集めんじゃん、ここにこんなの立ちますみたいなさ、あ聞いたことありますか、ね、うん、計画をそうプレビルドって言うんだけど、あるからどうみたいな、そうそうそう、予約販売しちゃう、はいはい、でその金集めて徐々に建てていくんだよな、でそれを当然金借りて建てるんだけど、中国はその開発会社ってさ予約で金集めて建ててって、ね、銀行からの金借りて建てるんだけど、本来これ立ち上がったらお金銀行に金返さなきゃいけないじゃん、だけどこれ返さずにさらに開発しちゃうの、借りっぱでっていうのを繰り返したっていうような開発スキームで中国のさ不動産デベロッパーってどん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 貸してたのね、で地方政府もさ土地売ったらバーンってさ収入が入るから、はい、ガンガンやろうぜっつってさ、広大な土地があるからね、はい、ガンガンデベロッパーに行ってガンガン、それもさ予約注文で不動産みんな好きだからさ中国人ガンガン買うわけよ、はい、で言って経済成長がズワーっていったんだな、なんだけどそれの無理がたたって、これまたさ中央政府がさ急に規制変えるわけ、ちょっと待ってお前ら身の丈に応じてなくないってちょっと借金しすぎだろみたいなって規制をちょっとキュッて変えたの、はい、ならそこにレギュレーションに引っかかったのが今の業界当時第2位だか1位に競ってたのがね、はい、ところの恒大集団が借り入れしまくりすぎでさ、あそうだレギュレーションに引っかかってそれを中央政府は助けなかったんだ、ってことはどういうことかっていうと、俺らで言うとさ三井不動産で不動産買ったのに建物建たない、うん、ローン払わなきゃいけないって言ったら三井不動産でそんなことになるんだったら、はい、他の不動産デベロッパーみんなやべえじゃん、そうですね、っていうのが今の中国の状況で、なるほど、え三井不動産ダメならもう他全部ダメならもう誰も不動産なんか買えないってなるじゃん、はい、っていうのが、まあ、中国の状況今なってるから、うん、今まで不動産が好きだった中国人がさ自分の家以外に東証で2つも3つも買ってて、うん、中国経済はすごい潤ってたんだけど、いざその恒大集団が中国政府のいきなりのブレーキでさ、はい、ゴテンってこけてさ、助けなかったから、うん、不動産セクターに対する信用不安が広まって、うん、中国の、不動産時代の売買も止まっちゃってんだよ、うん、っていうのもあって経済が壊滅状態にあるっていうのがもう一個言っとかなきゃいけない中国の現状かな。国は助けないんですよ、そこがやばい、そこ助けてたら話別だよね、はい、で日本なんか絶対三井不動産潰さないと思うよ、今までもさ、はい、例えば東芝とかさあんなもんめちゃくちゃでさ原発の事業でさウェスティングハウスってね、はい、海外の会社買収したしてんだけど、それ開けてみたらまた毒まんじゅうが入ってたりするんだよ、なるほど毒まんじゅうで結局それも公的資金入れて要は東芝助けたりさ、はい、もっと言うと車の会社でもさ当時日産がさルノーに買収させそうになったとかさ、うん、いろんな形でやっぱりまあ、国策企業の一面であってさ、まあ、そういった形で産業守ってるの日本、はい、当たり前じゃん、うん、不安じゃん困るじゃん、そうです、東芝買い取られてやばいわけよ、その原発の技術全部持って帰っちゃうからね、はい、っていう話だからさ、うん、中国は業界トップの企業を助けなかった、なるほど、すると誰も買わない、そうですね、誰も買わないって三井不動産で倒産するんだったら他全部潰れんぞ、そうですね、確かに、そうでしょ、はい、でやっぱり恒大集団以外にも同じレベルで5社6社さ同じような借り入れ比率のところがあって不動産やべてる、今誰も買わないっていうのが中国の実情で、借金しっぱなしってことですか、もう買っちゃった人は借金しっぱなしで払い続けなきゃいけなくて現場が止まってます、やばい、やばいでしょ、めっちゃそう、だから暴動が起きてるけど一党独裁で SNS 全部規制されてるからさ、なるほど、中国行ったら LINE 使えないし Facebook も使えないからね、マジですか、そうだよ、LINE 使えない、 WeChat って違うやつだしさ、全部検されてる、だから本当分かりやすいのは天安門ってネットで入れたらすぐに遮断されたりする、なんかそういうの不満って出ないんですか、いやもうもちろん出まくってて表に現れないけどさ、はい、習近平政権はその民衆の不満をそらすために台湾さ祖国統一したりっていうことをやっぱり掲げたりとか、もっと言うと一帯一路もそうでしょ、一帯一路で周りのさ途上国を金貸してやるからって言って
返せない金貸して全部じゃあ俺のはって言って、いや中国はグレートチャイナで伸びてますみたいなことやってるっていうのが、まあ、今の習近平政権。ちなみにこの若者の不満みたいなのもやっぱり結構あるんですか？これもね、社会問題になっててさ、自殺する方が多いんだって、うん、で日本なんかでいくと自殺するって言ったら例えば鉄道に飛び込んだりとかさ、はい、高い建物から飛び降りしたりするでしょ。そうですね、っていうような、中国ってさ、まあ、川が多いんだよね、うん、で長江とかさ揚子江とかさ、まあ、それこそ世界四大文明ってさ、チグリス、ユーフラテス川、インダス文明のなんとかがあったじゃん、はい、それと一緒で川が多くて結構川に飛び込む人が多いんだよ。それで自殺される人が多いから、中国政府はさ川に飛び込まないように網張ったりして。なるほど。で網張ったらじゃあ今度自殺できないじゃん、はい、なると今度やっぱり犯罪が増えて、この間でもあったでしょ、日本人学校のさお子様がさ刺されたりとかさ、だからそういったような形で治安がどんどん悪くなるから、そうなるとやっぱり外資の誘致って習近平政権でめちゃくちゃ旗振ってやってたんだけど、はい、するのが危険だったらさやっぱり出てくじゃん、当たり前のようにさ、はい、だからそういったようなところも含めて、今その若者の不満が仕事がないしさ生活できないわけでしょ、はい、だったらじゃあ死のうって、まあ、ご老人とかも他界されたりしてるから、いろんな意味で社会が非常に歪な状態になっていて、今の自殺っていうことを防ぐためにやったら結果そこの歪な構造のね不満っていうものが犯罪になって人を刺したりとかさっていうようなことになってて、治安がどんどん悪くなってるのが今の中国だな。なんかアメリカの不法入国、あれもね、そうそう、あれもそうで、中国にいても生活できないから一旦ビザのいらない国に飛んでたな。なるほど。そっからメキシコに入って陸路で入るって、アメリカに入って不法入国者っていうのがアメリカでもすでに7万人ぐらいいるっていう話でした。7万人。そうそうそう。でメキシコにはそのこれからアメリカ入ろうっていう人10万人ぐらいいるらしいからさ、そもそも中国にいても生活ができないような状態で国外逃亡される方が多いってことは、これは本当に有識事態ってことよ。日本よりちょっとやばい。だいぶやばい。そうですね。日本はまだ国外にこう逃げるとかはないですよね。うん、そうだな。生活、まあ言うてさ、確かに爪に火を灯す節約生活するにしても、それが楽しいっていう人もいるからな。だからそこは少なくともやっぱり世界的に見たら、まだまだ日本は豊かであるとかは間違いない。わかりました。うん、ちなみにこの中国って今後の経済の動向ってどうなっていくんですか？結論から言うと、そもそもお国柄っていうのとさ、この政治のシステムね、一党独裁でしょ、社会主義国家で一党独裁のロシアと匹敵する超大国なわけですよ、はい、つまり GDP も世界第2位だしさ、核兵器も持ってるし、ね、宇宙開発だってね、アメリカと為政を張るわけでしょ、はい、とはいえやっぱり今の経済の状況とか、その習近平の政策とかさ、まあ、今の話でアクセル踏むかフルブレーキするかみたいなさことやっちゃったり、でそこにみんな翻弄されるし、さっきもさ、地方政府の役人だって立身出世、自分が可愛いからね、自分のことしか考えないわけってことになったら、リスク取って何かやろうとしないからね、はい、当然イノベーションも生まれないし、保身しかないから、これはね結局みんなが一丸となっていいものを作ろうなんて発想はないから、残念ながらだな、今この日本が失われた30年って言われたね、デフレ経済だったじゃん、はい、その入り口にいて30年日本は待って、中国はまあそう簡単に多分経済が復活することはないからね、やれって言ったらやるから、まあ、うまいこと言ったら急に上がる可能性もゼロではないけど、コロナロックダウンからさ、いわゆる商業産業が崩壊したっていうのとは別の、その不動産セクターが一番やっぱり問題で、あれをさ、そもそも国策として助けないと誰も中国人不動産買わないから、はい、それで買うやつマジでチャレンジャーさ、確かにだって立ち上がらないんだからさ、だからってことはいつかのタイミングで政府がさ、この不動産セクターを救済するってなったら経済の回復は可能性としては早いけどね、だけど少なくとも今の状態でいくと、お国柄で言ったらまずは一党独裁のイエスマンしかいないような政治の仕組みでしょっていうことを考えたら、あとはやっぱり自分のことしか考えないっていうのは国民性割れてあったりするからさ、はい、なかなかこれは柔軟な対応も難しいからね、経済の回復っていうのは まずは難しいってことが言えるわな。あ、じゃあもうここ最近ではまあ回復は見込めないかな。おそらく、まあ、だけど俺らからしたら中国経済って大人の隣国で景気が良くないと困るんだよ。かといって景気がいいとまた空をいっぱい作っちゃったりさ、なるほど、東シナ海にガンガン来るからね、はい、っていうのもあるから、はい、まあ、難しいんだよもうこれね、生かさず殺さずぐらいちょうどいいんだけど、なかなか難しいんだよ。だからそういう意味では、まあ、この一党独裁がいつまで続くかもわからんしな、はい、一説によっては年内中に崩壊するなんていう学者さんもいるんだよ、はい、だからむしろ本当に崩壊したらそんな歴史的瞬間に立ち会えるなんて俺はすごい
嬉しいんだけどさ、まあ、そんなことも考えると、まあ、どうなるかは分からないし、うん、やっぱりこの一党独裁の中での情報統制とかさ、中央集権的なね、民衆の思想でさえコントロールしようとしてるからさ、うん、中国はね、はい、だからそういったようなところも含めたらなかなかいびつな状態になっているっていうのは否めないよな。より海外とかにも中国の方がやっぱり行かれるんですか、うんうん、グレートネットワークチャイナって言って有識者の方がやっぱり海外に出ちゃってるんだよ。あ、そうなんですね。中国にいたらやばいから、はい、だって下手したら新疆ウイグル自治区みたいにさ、日本もやばいよ、占領されたら新疆ウイグル自治区みたいにさ、はい、めちゃくちゃされる可能性があるんだけど、富裕層ってもともと中国の政府と共産党とね、人民元信用してないから、はい、とっくの党に出てるんだけど、いわゆる、中産階級以上の有識者の方々がたくさん今世界各国に今もう出ちゃってるんだよな。でその人たちがやっぱりこの IT 上の中でバーチャルネットワークでみんなつながっててさ、コンソーシアみたいになってんの。でこれは実はグレートチャイナネットワーク、すなわち、まあ、華僑だけじゃなくて、はい、もう一個ユダヤっていう、まあ、グループね、ユダヤ系のグループとあとイスラム系のグループって、この三大ネットワークがある。この人たちはリアルチャイナの習近平とは全然また別で、有識者いっぱいいるからね、はい、そういった人たちはつながって情報交換したりしてるらしいしね。ああ、そうなんですね。でさらにはその人が今シンガポールにあるっていうふうに言われたりしてるから、はい、だからそういう意味では我々もさ、夜会セーターを着たジャイアンのな、はい、習近平さんはやっぱりいろんな意味で脅威だし、何するかわからんわけよ。で昔からそういう思想だからね、もう思想なんだこれ、もう歴史的なところも含めて思想だからさ、やっぱりその相入れない部分って、まあこれ別にいいんだよ、多様性だから別にそんな向こうの方こっちこっちいいんだけど、はい、やっぱりさ隣国で何するかわからんっていうのもあるし、一方でじゃあ経済的なところでいくとさ、中国製品がないと誰ももう生活ができないわけだ、うん、これはアメリカでもそういう本が出てきて、はい、あのもう物理的には世界の工場として機能して、これもう切っても切れない関係にいるから、うん、政策的なものとかの国交とかさ、国策あと外交っていう意味での米国とのこう対立あるじゃん、はい、ね、米中対立っていうのはまた別で、やっぱり経済的なつながりっていうのはやっぱり世界各国つながってないと難しいからさ、はい、まあ、これはやっぱり人類普遍的にね、俺たちがさ今この中国の情勢が不安だと、うん、不動産セクターの崩壊って言ってもさ今までなかったわけよ、はい、不動産のセクター自体が全部国がやってたからさ、うん、それを要は規制緩和して民間のデベロッパーにやらせるって話になって、これだけ経済成長してわけじゃん、それが行き過ぎたわけよ、はい、一説によると14億人の人口に対して34億個マンションがあるって言われてるからそうやばいじゃん。でしかもそれ14億人全員がマンションを買えるような収入があるわけじゃないから、はい、仮に半分以下としたらとんでもない個数が待ってるじゃん、うん、でこれが実際に今の経済成長を経た結果、いろんな社会問題を露呈したりとか、うん、政策の失敗だったってことが露呈してる。ただ、うん、今の国民性とかその社会主義とかその一党独裁っていうところも含めたら、習近平の顔に泥を塗るわけにいかないから、はい、正しい実態を上げれないわけだ。ってなると施策自体が適切な施策が打てないってことになるから、うん、これはずっと、まあ、車輪の外れたチョロ Q みたいにくるくる回る可能性はあるってことだな、うん、ちなみになんか台湾有事でアメリカと中国とかも結構こうバチバチしてそうなイメージあるんですけど、うんうんうん、あの今大統領選挙があるじゃないですか、うん、大統領選挙で中国に与える影響とかってあるんですか、うん、あのね、台湾有事とアメリカと台中の対立は全然別個なんだけど、はい、米中のさ対立に関してはどっちかっていうと世界基軸通貨とか米ドルの覇権だけじゃなくて、まあこれ世界秩序につながる話で、うん、アメリカと中国が対立をしてるよね、うん、でこれはもう全然違う話で、あと、まあ、台湾有事に関してはどっちかっていうと、俺から言わせればあれはさ夫婦喧嘩みたいなもんか、はい、歴史を調べていくと分かる。もうぜひね、このチャンネル見ていただいて皆さんも、まあ、歴史調べてほしいんだけど、はい、この台湾のね生い立ちとかさ、うん、中国と台湾の状態って調べてた。俺ら幼稚園の頃からこう例えば国旗見て、これ日本、これ国旗見てブラジルとかでやったじゃん、はい、で台湾の国旗も見るし中国の国旗も見るから小さい頃から別の国って感覚があるんだけど、うん、これ歴史たどるとさ同じ国の中で自民党と立憲民主党が喧嘩してるだけの話なんだ。はい、なるほどそうだから昔は本当にその台湾にいる国民党っていうところがあってね、そこが主導に握ってた、うん、なんだけど今それが喧嘩して共産党の方が強くなっちゃって、うん、中国本土を共産党が掌握して逃げたんだよな、うん、台湾に国民党はね、はい、これも蒋介石って毛沢東って人はずっと喧嘩して、これもう本当ね調べればそもそも有事って言ってるけど、これ有事じゃなくて、うん、内事だぜあれなるほどっていう話なんだ、はい、だからそこに対して要はバイデンさんが
台湾有事は一言ではないなんて言ってるけど、いやいや一言でしょって話なんだよ。だって夫婦喧嘩だからね、簡単に言うとさ、夫婦喧嘩なんかその内政干渉になっちゃうから、うん、中国が言ってることは正しいと俺は思ってる、まあ、そういうのもあって、これはあくまで、ね、アメリカバイデンジャイアンがさ、アジア地域で仲良くなってもらっても困るから、まあ、反日のね思想を推奨してたりとかさ、いろんな思惑があるんだけど、いずれにしてもだな、米大統領選挙っていうのはめちゃくちゃ大きな影響があって、はい、ハリスさんになるのか、うん、トランプさんになるのかって大きく違う。ただ共通して両方言えるのは、この対中政策に対しては今も中国自体がかなりエッジの効いた政策をずっとしてるからね、うん、大体ねやることがめちゃくちゃでさ、はい、実効支配って言葉があるぐらいで、尖閣諸島にしても東シナ海だな、フィリピンなんかもしょっちゅうさドンパチやってるわけっていうぐらいず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 い攻め寄ってくるわけ。中国の国民性とか共産党の思想とかっていうところってこれ変わらないからさ、なるほど、変わらずにそういうふうにやってるってことは、どういうことかっていうと、ね、我々西側諸国としてアメリカの一応同盟国と呼ばれる子分なわけじゃん。奴隷じゃなくて子分、はいはい、奴隷とは言わない、子分な、はい、子分なわけじゃん。そこも含めたら、あの今の対中政策、じゃあ本当に極論よ、中国が日本を占領する、まあ、物理的に可能だからさ、はい、今一生懸命憲法変えようとしてるけど、はい、簡単で習近平がバンバンお金吸って日本円に変えて全部買ってきゃいいじゃん、はい、そうですね、売ってんだから、はい、売ってんだからさ、変えちゃうんだからさ、はい、それで占領できちゃうでしょ、はい、だからそういったようなところも含めて、いろんな中国の動きに関しては牽制をしているし、うん、もっと言うとちょうど昨日ぐらいにさ、あの大陸間弾道弾を演習で撃ったっていうのもさ、はい、臨時的にも牽制をしてたりするからさ、うん、そういった意味ではバイデンさんが任期終わって、ハリスさんと今トランプさんになってるでしょ。でトランプさんなんかなっちゃったら、分かりやすく関税6割かけるって言ってるから、はい、思いっきりね、だって経済がさ立ち行かなくて、中国なんていうのは輸出中心なわけですよ、はい、昔から外需中心の経済構造になってるんだね、世界の工場として機能したってことは、どういうことかっていうと、関税かけられちゃったらさ経済良くならないじゃん。そうですね、習近平さんも本当は仲良くやんなきゃいけないんだけど、うん、これがさトランプさんと仲良くできる自信があんまり、キャラかぶってて難しいみたいな、そうですね、はい、みたいなさって話なんだよな、うん、で大統領選挙も大きくその中国経済に影響するわな。なるほどですね、うん、じゃあトランプさんになった場合はよりバチバチになるっていう、うん、だと思うし、これはもう別に中国だけじゃなくて同盟国と呼ばれてるところに全員、お前ら全員金出せよってあのジャイアン言うから ね、うん、ね、だからそう考えたらどこもそうなんだよ。だいずれにしてもこの外交政策っていうのは自国の利益を追求するものなんだよ、もうこれはもう世界各国当たり前、日本も第二次世界大戦敗戦するまですごい優秀な外交をやってた、はい、それがやっぱりもう敗戦してから51個目の州って言われるぐらいさ、日本はね、いろんな CIA が入ってきて全部コントロールされちゃってるからさ、難しいんだけどね、はい、わかりました、うん、中国が与える日本への影響みたいなの、何かあったりするんですか、うん、これさ今の一党独裁で、要は中国経済が今不安定なんでしょ、はい、経済がいい時はいいけどさ、不安定になっちゃったらさ、若者がこう自殺されたりとかさ、犯罪多くなってくるじゃん、ってことはやっぱりね、当然外資系企業って退却するんだよ。なるほど、はい、中国なんかさ社会主義ってとんでもなくて、俺ベトナムに昔行ったことがあってさ、はい、面白いんだよ、社会主義じゃんベトナムもさ、 ANA のさホテルがあったの、アナマンダラホテルがあって、はい、そこに泊まったんだよね、その時にもう本当長いこと海外行って、カンボジア行ってベトナム行ってとかってやってたらさ、はい、日本食が食いたくなって、日本料理屋さん行ったらそこに住んでる方がいてさ、ラーメン屋さんかな忘れちゃったけど食べたのね、はい、だからどこ泊まってんのって言われて、アナマンダラですって言ったら、あそこ悪くなったでしょうって言われて、どういうことですかって聞いたら、はい、あそこね儲かりすぎちゃって政府に接収されちゃったんだよ、儲かりすぎると政府に接収されるみたいなさ、マジですか、みたいなのが社会主義なんだよね、だから急に公務員が入るようになって品質が悪くなったっていう、民間企業じゃないからねっていうような話があったから、これがやっぱり社会主義だから、昔ね毛沢東がさ松下幸之助にさ、はい、頭下げて日本ね中国来てくれって言って、日本の製造業が中国行った、だけど日本はさっきやるなあたくんが言ったようにさ、働く人は少ないわけじゃん、はい、優秀人材が若いと取れないんだけど、中国かて半分就職できないし、はい、だからそういった意味ではリソースはたくさんあるよね、はい、でそこを例えば労働集約型の会社なんかは今こそ打って出ようって言って出てる会社もあるらしい、ね、あ、そうなんですね、そう、それはもう本当企業の戦略にもよるよな、わかりました、うん、ちなみに
日系企業っていうんですかがこう中国にこう進出するみたいなのっていう今はやっぱやめた方がいいですね。いやこれもねもう本当その企業の特性とかにもよし、だってそれこそ俺のさ友人、まあ、今度帰ってくるんだけどさ、はい、ずっと中国住んでさ、うん、中国でマットレスを工場を抑えて作って日本に輸出してる友達がいるんだよ、はい、彼なんかもう15年近い知り合いなんだけど、やっぱりさいわゆる越境 EC ってやつだ、はい、国を超えた e コマースな、はい、なんだけどそれってやっぱり中国の結局世界の生産工場として中国機能してるから高品質なマットレスが作れるわけ、安価にな、現地で工場を抑えたりするってことはそもそも価格差があるからさ、はい、できるわけじゃん、はい、そうです ね、ってことはやっぱりまだまだ越境 EC にまつわるさ物販なんかでも世界の工場はまだ変わってない、うんうん、いっぱいそのアパレルね中国なんかとっとと撤退し、今なんかパキスタンとかバングラとか行っちゃってるんだけどさ、一時ミャンマー行ったりね、全然製造工場って変わるんだよ結局な、うん、そういうこと考えたら少なくとも物によってはさ、例えば深圳なんか行くと秋葉原のお化けみたいな、簡単に言うと、はい、ハイテクノロジーのものがいっぱいあるし、もっと言うとそのドローンなんかさ、うん、今だいぶ日本で規制されてるけど、もともとあれってイスラエルが発祥なんだよ、軍事技術ってイスラエルなんだよね、はい、なんだけどやっぱり世界で一番シェア持ってるのって実は DJI っていうさ、うん、中国の会社で、はい、まあ、廉価に作るのは得意なわけさ、物もどんどん良くなってるからさ、今後どういう方向になるか、中国、まあ、なかなかな、その政治と文化と国民性がなかなか我々とはこうマッチしないからあれなんだけど、はい、技術とかってのは進化してるね。なるほど、うん、ちょっと注目っていうのが分かりました。ありがとうございます。はい、本日の動画のまとめです。今日はね、中国経済の実態と今後の動向と日本への影響について徹底解説しました。まあ結論から言うとね、俺がね、そうね、10年、15年前、まあ1ドル95円ぐらいの時、本当にね、上海も行きましたし、ジュハイもよく行ったしね、うん、それこそ広州で同時通訳で不動産セミナーを中国人向けにやったことがある。その時に年収1000万円以上の方たちは全員手当てたからね、うん、っていうぐらい、まあ景気が良かった時期だったね、うん、だからそういったような時と比較して今の状態っていうのは、コロナのロックダウンからさ、若者の方が半分ぐらいさ仕事がないってことは、これ完全に残念ながらやっぱり政治のミスだよな、はい、政策ミスになってるから、うん、やっぱりもう世界共通して、例えばその文化が違ったりとかさ、ね、資本主義か社会主義かって違ったとしても、はい、全て政治ってことになるから、うん、まあ、改めてね、この強い中国を俺は知ってたんだよね、うん、で今はだいぶしんどくなってるっていう経済がね、うん、っていうようなところも含めて両者必須のことわりを表すってさ、うん、栄枯盛衰を見たわけじゃん、はい、本当いい時なんてさ、俺が上海行った時なんて交差点がスクランブルみたいになってるんだけど、はい、四隅に全部スタバがあるの。えやばくない？全部長男だよ。やばくない？すげえ。どういうことみたいなさ、4つあるわけスタバが、はい、なるほど、みたいな、それぐらい人口のパイがあるし消費のパイもあるわけじゃん、はい、そんな国がさ、やっぱりこうなってさ経済崩壊するってことはやっぱりもう政治が悪いとしか言いようがないから、はい、まあ、改めてね、この中国の状況を見て、まあ、人の振り見て我が国直せじゃないけど、うん、我々も日本もね、まあ、人を助けてる余裕は今ないので、はい、自分たちの生活を良くするためにやっぱりこのチャンネル見ていただいて、皆さんは政治ってものに興味を持っていただいて、うん、ね、台湾有事の話もそう、これもね、ほんとね、YouTube しちゃったらいっぱい出てくるし、はい、歴史のチャンネルなんか見てもらったらめちゃくちゃ分かりやすいんでね、ぜひ興味を持っていただいて、政治にも興味を持っていただいてね、選挙もそうですよ、政策もそう、政治家もそう、全部興味を持ってちゃんと自分のこれがいいって思ったもので一票を投じる。でないと日本でもさ、経済良くないじゃん、はい、コストプッシュ型インフレと呼ばれるデフレでしょ、ね、これを全部選んだの我々だから、文句言ってんだったらちゃんと勉強して選挙に行きましょうということになるんで、このチャンネル見ていただいた皆さんはいろんなことに興味を持っていただいて、ご自身の一挙手一投足と思っていると貴重な時間をね使っていただいて、また自分たちの生活が良くなるようにね一歩動ければいいと思いますので、はい、ぜひね再度本編を見返していただいて興味を持っていただければいいと思います。ありがとうございます。はいよ、今回も動画を見ていただきありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資で損をしないための情報を、今まで培ってきた経営ノウハウを織り交ぜながら体系的に発信していきます。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。次回の動画でお会いいたしましょう。またなー。ちなみに、中国ね、今ですね、現状を強いてビジネスやるとしたら何かあります？俺は、それこそ深圳で、はい、実はさ、俺、おもちゃでラジコンとか好きじゃん。あ、はいはい、だいたい深圳で作られてて。え？あ、そうなんですか？で、俺は本当に古い知人で、京商っていうメーカーのね、タミヤじゃない方の、はい、
教書っていう銘柄の役員やってた人と俺本当に仲良くしまってて、そうなんですか、うん、でいや結構だから日本に入ってきてるいろんな電子機器にまつわるものって新鮮に作られてるからさ、はい、作ってもらってるところの旅行に行きますけど行きませんかってよく誘ってくれてたんだよ、はい、だからそういう意味では俺も新鮮でなんか製品作るかもしれないね。ああなるほど、あそこでなんかハイテクなラジコンか、ね、ドローンが上がらんけど、はい、上がりました、ありがとうございます。はい。